であるすなわち、バルプロ酸とはに、プロピルペンタン酸の慣用名である。バルプロ酸は、得意な匂いを有する。これをナトリウム塩にしたために、水溶性が向上するため、水に溶けやすい。体内に吸収されたバルプロ酸は、ガンマアミノラク酸トランスアミナーゼを阻害するため、抑制性シナプスにおける、ギャバの量を増加させて、薬理作用を発揮するとされる。 ただし、バルプロ酸には他にも、生理活性を有する。バルプロ酸ナトリウムは抗転換薬の一つとして、利用される。世界保健機関の風、エッセンシャルドラッグリストの中にも秀才されている。バルプロ酸は、体内に吸収されると、血液脳関門を突破する。そして、人の脳において、神経伝達物質の一つであり、どちらかといえば、 他の神経細胞の興奮を抑制する方向に利用されるギャバの作用にバルプロ酸は関連すると考えられている。つまり、主にギャバトランスアミナーゼをバルプロ酸が阻害し、脳内のギャバ濃度を増加させるとされる。しかしながら21世紀に入って、その他にもいくつかの精神神経疾患に対して別な作用基準が存在すると報告された。 またバルプロ酸は、神経細胞の興奮に関わる、電位依存性ナトリウムチャンネルと、D 型カルシウムチャンネルをブロックする。これらのメカニズムによりバルプロ酸は、広域スペクトル後継連薬としても作用する。ただし、この作用に着目して、横隔膜の継連、いわゆる、シャックリに対して、有効かどうか検討されたものの、それに関するエビデンスは限られている。なお、 バルプロ酸さんは、血液の予感が門だけでなく、血液体盤関門を突破し、発生中の胎児に対して、再帰形成なども有する。2017年に、フランスの保健製品安全庁と、国民健康保健当局が共同で発表した、バルプロ酸ナトリウムに関する予備調査をまとめた、報告書によると、妊娠中に薬を服用した女性が、 先天性以上のある新生児を出産する確率は、服用しなかった女性に比べて4倍高い結果を示した。フランスの裁判所は2020年に、バルプロ酸ナトリウムを服用した妊婦から、先天性障害のある子が生まれたとする家族の主張を認め、国に賠償を命じた。さらに、妊婦がバルプロ酸を使用すると、その子孫の自閉症や、 自閉症スペクトラムのリスクを増加させるとも判明した。この子孫に影響を与える性質を利用して、自閉症や自閉症スペクトラムのモデル動物を作成する際に、わざと動物にバルプロ酸を投与する。これらとは別の作用として、バルプロ酸はヒストン脱アセチル化、酵素1の阻害剤としての作用も有する。この作用を利用できないものかと、 悪性新生物に対して効果が出ないか検討されてきた。重大な副作用が見られるため、アメリカ合衆国では、ボックスドーニングが出された。これは抗転換薬全般に言える話だが、その連用中において、投与量の急激な減少ないし中止により、転換重積状態が発生する危険がある。つまり、それまで、脳の神経細胞の興奮を薬物で抑え込んで、 いたのに、それが弱くなった結果、転換の強烈な発作が起きる、可能性が出る。このため、バルプロさんの場合も、何らかの理由で、減量や中止が必要になった場合は、慎重に行う必要がある。また、バルプロさんは、過量投薬のリスクが高く、治療薬物モニタリングが必要である。FDA は2008年に、199の二重盲検試験を、 分析し、データに用いられた二十四週間では、抗転換薬服用時の自殺燃料や自殺機とが二倍に高まることを警告した。二千九年四月二十三日以降、アメリカ合衆国で認可されていたすべての抗転換薬に警告表示が追加された。なお、日本でもバルプロ酸ナトリウムには、自殺機との起用や自殺燃料を有する患者への使用に関する、 注意書きが添えられた。バルプロ酸は1882年にアメリカ合衆国で合成され、長らく有機化合物の代謝不活性溶剤として研究室内で使われてきた。1962年にフランスの研究者ピエール・アマードが不経剤としてバルプロ酸を用いたところ偶然に軽量を抑えるを発見した。類を用いた動物実験で バルプロー酸のペンチレンテトラゾールが誘発した痙攣に対する予防効果も明らかにされ、1967年にバルプロー酸ナトリウムはフランスで抗転換薬として承認された。1995年には双極性障害の相状態に対する治療薬としてアメリカ食品薬品局により認可され、現在ではリチウムと並んで第一選択薬として 広く用いられている。バルプロ酸ナトリウムは、リチウムと同じように、抗経連、抗転換、体操曲性障害作用、効果が、歴史的に発見されたに過ぎず、各々の症状の緩は、緩解目的で開発されたわけではない。日本では、医学薬学上高知の事実と認められ、2002年に、追加適用された。1996年に、 片頭痛発作の発症抑制薬として FDA により認可され、日本でも2011年6月に適用が追加された。世界保健機関によるガイドラインでは、抗転換薬としてフェノバルビタール、フェニトイン、カルバマゼピンとともに選択肢の一つとしてバルプロ酸ナトリウムも推奨されている。ただし、バルプロ酸には再帰形成があるため、妊婦には非推奨である。 血腎発作、強直麻大発作及び転換に伴う、性格行動障害の治療として認可されている。ミオクローヌスの治療にも使用されている。一部の国では、蛍光バルプロ酸の製剤は、転換重積状態の治療の第二選択薬として、フェニトインの代替としても使用されている。また、バルプロ酸は、外傷後転換の治療のために使用される薬物の中で、 一般的な薬の一つでもある。世界保健機関によるガイドラインでは、双極性障害の急性相エピソードの管理として、リチウム、カルバマゼピン、抗精神病薬などとともに選択肢の一つとして、バルプロ酸ナトリウムも推奨されている。日本においては、躁病および双極性障害の相状態の治療として認可されている。 ただし、英国国立医療技術評価機構は、双極性障害の総エピソード治療に用いられる、リチウムに代わる薬物ではあるものの、第一選択薬が、バルプロ酸ナトリウムであってはならないとしている。また、日本うつ病学会による、双極性障害の診療ガイドラインによれば、双病エピソードと維持期に際して、最も推奨されるリチウムに続いて、いくつかの、 推奨される薬剤の一つであるとしている。ただし、双極性、障害、通型の維持期では、バルプロー酸を積極的に推奨できるような証拠が少なく、薬物療法が考慮されるのは、貧回かつ、重症の創病や、愛型の家族歴などが考えられ、ケースによる。日本及びアメリカ合衆国にて、 片頭痛発作の発症の予防のための薬物として承認されている。ただし、発作が起きて出た痛みを抑える効果は否定的である。また、承認における安全性及び有効性については、現在までの各国の臨床試験において使用を推奨できるような明確なエビデンスが得られていない。さらに、群発頭痛など他の頭痛の抑制については、 十分なエビデンスはない。特に、A デルタ繊維による、刺すような痛みの神経元性頭痛に対して、第二選択薬として応用される場合がある。日本では、先発医薬品だけでなく、多くの後発医薬品も販売されている。剤系も、錠剤、シロップ剤、除胞剤の錠剤や、採流剤などが見られる。なお、成人では、 有効成分の血中濃度を一定に保つため、除胞剤が使われる場合が多い。治療効果が期待できる、濃度域が限定されるため、バループロ酸として、血中濃度をモニタリングする必要がある。効能、効果、デパケン R200mg 上日本における、認可状況。各種転換及び転換に伴う、性格行動障害の治療創病及び相うつ病の、 壮状態の治療編頭痛発作の発症を抑制近期日本における近期の設定。2010年8月に脊髄を損傷したマウスに神経細胞の元になる神経幹細胞を移植してバルプロ酸を注射した結果歩行能力のある程度の回復が認められたとする報告を奈良先端科学技術大学院大学の中島金一教授らのグループが言った。 ありがとうございます。